これがおもちゃ箱完成です。ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。9時半です。もうぬくぬくし始めてるね。昨日エアコンの掃除をしたところ、エアコンの効きが異常に良くなったという結果が出ました。暑かったよね、はい、ということで、今はこの遠赤外線ヒーターの中でぬくぬくです。外はね8度ぐらいらしいんだけど、この中はあったかいです。向こうの部屋ね、朝6度だったよ、うん、あ、そう、うん、はい、ジャンクパンちゃん、今日もかわいいとこ見せておくれ。ジャンク、ジャン君、ジャン君、ポンちゃん、かわいい感じになってるよ。生配信、クロケンおじさん勝手に歌うの準備始めます。掃除機をちょっとだけかけました。ジャン君、暖かいのかな。そしてなんか置かれたけど、そしてポンちゃん、ポンちゃんはそこでぬくぬくしとるんかい。かわいい、ポンちゃん。ん？いるの？ジャン君とこ行くの？はい。ジャン君とこ行きました。あら？爪とぎですか？素通り。ジャン君、ポンちゃんに素通りされちゃったね。ポンちゃん。また来た。お、急に。かなり強いは、うん、噛み方だったよ今。もうね、水ちゃんね、ボロボロですもん。ボロ。おしまいかい。おしまい。落ち着いちゃったの、ジャン君。よいしょ。もういいな。あ
い、パンちゃん。パンちゃん、パンちゃん。パンちゃん、パンちゃん。終了ね。さて、ジャン君、ポンちゃん、お休みの時間が参りましたよ。まずは、よいしょ。ヒーターを止めます。はい。そして、エアコンをつけます。これが夜の暖房です。そして布団を敷きますけれども、よろしいでしょうか。ジャン君とポンちゃんのおもちゃを、ここがおもちゃ箱になっているんですが、片付けます。なんかピヨピヨ言ってるけど、切る。偉いね。はい、これがおもちゃ箱完成です。そして偉い、君たちはこれをどかさせてくれるのね。あ、ポンちゃん、それも後でどかすからね、よろしくね。寝ますよ。さて、布団を敷いたので、ジャン君とポンちゃんはいつものポジションに戻りました。このまま寝ます。おやすみ。